Hi, it's Hiro. How's it going? Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Wow. Okay. Uh, today's theme is cause. Okay. Uh, maybe last. But, uh, so let me say. So I did Ashihara Karate. Karate is a martial arts in Japan. So at that time, so uh, I did jojutsu a little time. So jojutsu is uh, jo means pole, stick, rod uh like a walking stick yeah uh, maybe about uh, so a hundred twenty eight centimeter so i did a little so uh an uh okay uh a good uh movie on youtube channel so and uh link is there uh, on about section please check it so uh, so george is martial arts in japan and uh, so uh, very beautiful martial artists are ready up here <laughs> yeah she's so good okay japanese ah sorry uh sorry again uh, only japanese uh if you can so uh uh translate by anyone who can understand japanese language okay ジャパニーズス,スタート。あのさ、今発見した。あのね、土芸道結い結びかっていうチャンネルがあってね。今、上述っていう。あの棒をね、128センチメートルの棒を使った。あの、えー、武道、武術のあの動画見たんだけど。めっちゃ めっちゃいいっていうかね俺ほら足原空手やってたって言ったよねで今でも好きだしでそっからどんどん派生して合気道をやり日本刀に興味を持ちでね今思い出したの俺情術ちょっとやったの情ってさ棒なのよたださ本物の手に入んないからホーマックっていう何て言うのああいうおっきい えー、建材屋さんでさ適当な棒を探してだいたいそのぐらいの長さにカットしてもらってでうちの芦、えー、原空手のメンバーで何人かやってた一緒に「俺は何をしていたんだ一体」というねだいたいあれ20年前ぐらいかなはいなのでリンク貼っときますんでもしよかったら 武芸道結の方のえチャンネル、上術。あの宮本武蔵とも戦ったとされる方の技なんかも見えますので。で、出てる女の子が、女の子って言っちゃしってたな、女性が、いや、素晴らしい。びっくり。で、英語も喋るし、喋りも達者。動きは武術。どうしよう。惚れるよ。 なんて言いまして。さあでは、えー、車ですが、これ終わるかなあのね、まあちょっと外れるかもしれないんですけど、あまあ,あ、真冬の札幌で、大雪の時に、実は、私のね、ギャランに、えー、マージャン漫画を書いていた当時、すごい有名な方と、 今、麻雀会で、プロで活躍されている、とても有名な俳優の方を二人お乗せしまして、ススキのへ向かって走ってたんですよ。そしたらいきなりね、屋根の上から雪がフロントガラスに、ドバンバンバんンって落ちてきたの。でさ、あの、よくあることなの。 でもそのね俳優の方と漫画家の方はものすごい「え事故何これ!」ってびっくりしてで俺「ああ大丈夫ですよいつもしょっちゅうですから」なんていう思い出ありますね車。ね。ほら急いでさ行かなきゃいけない時とか青空駐車場だから周りの雪かいて、えー、サイドの雪取ってフロントガラスの雪取って。 えー、バックミラーの雪とって、天井の屋根の雪は、まあ、いっかって走っちゃうのよ。だから、時々ね、それは、バーンって落ちてくるわけ。フロントガラスとかに。まあ、やっぱり普通のね、雪の降らない地域の方はびっくりしたんでしょう。でね、俺やめたじゃん、突然、バーンって。タレント。そしたらさ、まあ、あのー、 えと室蘭のじじさまばあさまの家の2階にの部屋にねいる時に電話かかってきたのよ突然。や、えー、めてからもなん1か月経ってたかなそしたらさそのほら麻雀番組やってたじゃん札幌であのねとっても有名な大先生の。 えー、ジャンソーででそしたらさそこのねマネジメントしてる方から電話来て「あのちょっとある人に電話代わりたいんだけどいい?あ」あいいでしょって言って変わったらその俳優の方だったの。でほら一回ね俺は飲みに行ってんのさお笑いのええ方と3人で。そしたらその彼がね「なあやめたの?」っていうか「はい」。 なんでって、いや、ま、あいろいろあってえ、えもうやらないのって言うから、ええ、多分やりません。残念だな、って言われて、それはすっごい記憶残ってて、ものすごいありがたい。ね、今、活躍されてると思うんですが、はい。まあ、遊びましたよ、3人って。まあ、いいんですけど、それは。 でねそのマネージメントしてる方から「あ悪いけどこのマージャン番組だけだけ出てくんないか」って何回か電話いただきました「ありがたかったけどね俺もほら変なとこ頑固だしもうやめたからできませんできませんいくらあったらねいくら出したら」 あの出てくれるまで言ってくれたのよでも俺お金じゃないからさごめんなさいって言ってほんとできませんっていうふうな話をしたのを思い出しましたはいいやーでもあれだなあの漫画家の方はちょっと分かんないけどあの大先生もあと俳優の方も 何より麻雀界で活躍されてて俺はとっても嬉しいです。えー、あの頃は本当にありがとうございました。不気利してごめんなさい。ああ、車の話なのに、麻雀と上との話が多い。まあいいや、えーと、じゃ車の話、あこれ3部まで行く、ごめんね。えーとね、うーん、一つ、あ、そうだ、四おか。 北海道はさ、俺、涙に住んでて、あの、車には興味あったけどって言ったけど、じゃあ全くね、接触なかったかっていうと、そうじゃなくて、18区、高校卒業したぐらいの時かな、あの、うちの周りがみんな車買い始めて、ね、しかも、 あの、あれですよ、車ャタンって言ってさ、わかる車ャを低くするの。まあ、いわゆる暴走族仕様ですよね。で、うちのギターも、真っ赤なシルビア買ったの。で、改造だけで100万ぐらい使ったんじゃない当時。30年前ぐらいか。ね。で、俺はよくそいつの隣に乗って助手席を。ね。 だからしょっちゅう車は乗ってたの助手席だけどでさあまあまあ改造してあるってことはとんでもないスピード出るんですよねであの闇沢から、えー、札幌に向かうと当時ね高速できたばっかりでちょい飛ばせば30分で行けたの札幌まででその中間地点に エベツっていう場所ががあるんですがそこでね北海道だからさ道広くて長いのよ直線。で何やったかっていうと分かりますまあ誰とも知らないその改造者が集まってくるわけですよだからね妄想族じゃないな。 あの走り屋って感じかなでねあのー、信号にね何台かずらーっと並ぶんですよ横一列で当はやっちゃいけないダメよ絶対分かったただやっちゃったことだから言うで誰だか分かんないようなその車自慢相手に何台かで信号が青。 に変わった瞬間にブーンって一斉に走ってま04っていうぐらいだからあれ 400m って意味なのかなで誰が一番速いかを競う。別にそこにはノープライズね商品もないで声掛け合うこともない窓開けて「ンもない会話がないけど。 何回も戻って、順番待ちしてね。まあ、いっぱいいるからさ、そんな車。で、俺は助手席に乗って、イエーイって言いながら、まあまあまあ、とんでもないスピードで、あの、北海道の国道を走っておりました。はい。これでいいか、あと最後に、じゃあ、これで終わりにするわ、今日。そういうね、 のが何年かあったんで、俺はね、運転はしてないけど、とんでもない車に乗ってましたよ。超スピードカーに。じゃあ最後、オチですな。ええー、私がですね、ええー、20代後半に付き合った彼女が、僕30で免許なんで、まだ免許持ってない時、その彼女が、 免許持持っっててて車も持ってたんですよ多分ねトヨタのセリカただ車検切れてたから乗ってないって言ってたんだけどまあその彼女とはいろいろありましてねまあ2年ぐらい付き合ったのかなそしたらさ俺歩いていくの彼女にちまで40分か50分かけて。 で言ってさまあその喧嘩みたいな感じだったわけよ。そしたら彼女が車検切れてる車でね俺が来たって分かった瞬間に車庫から「うん」って逃げてったの。で俺「おい!」って言ったけどねえ俺友だし無理よ。 ああと思ってしばらく待ってたらゆっくり帰ってきて彼女が「まだいたの?で」でまた一緒に二人で彼女の家に入りましたとさ。<laughs> えー、ちなみにその彼女、えー、マル暴のトップの方の元カノーでございました。 紐も座ってた。で、一回ね、そう、その彼女はね、俺が自分の部屋でテレビぼーっと見てるときに、鍵持ってたから、俺の合鍵。勝手にツカツカツカ、バーンって入ってきて、いきなりよ、右のほっぺたが、ビンタされた。バーンって。あっけに取られたね。はい。では、